どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回は非属性最強サブのエース、進化前進化後同時に使っていこうと思います。はい、僕のチャンネルね、エース今までなんだかんだ使ってきましたが、進化前エースまだ一回も使ってないんですよね。でこのキャラも火力めっちゃ出ておもろい性能してるんで使っていきます。覚醒スキブ7強7個ボイスです。はい、7強7個よ。7個ってやばい。7個って7個だからね、火力とんでもないんですよ。7個持っててね。で超アクセで7強とかスキブとか無効化も選べて、今回はまあスキブで使っていきます。はい、7強8個も全然ありなんだけどね、やっぱりスキブ4つとかの方が運用性高いんで使っていきましょう。で武器に関してはこちらです。はい、10連ガチャダラつけてあげて、雲耐性つけてあげて、バイン耐性つけてあげてます。でスキルも強くてね、自分の攻撃力2倍、6回以上回復以外から火を4個生成か2ターンで打てます。これもね、若干エンハンスとか返せたりとか、6回以上に非生成もあって結構運用性高い。ロック対策できるのはやっぱ強いよね、非属性パーティー でリーダーもね結構強いんですけど、今日はサブで使っていきます。全然リーダー運用もね、通常ダンジョンだったら使えるかなって感じ。100式とか1000とかの場合はやっぱ火力不足になりがちだけど、通常ダンジョンならかなり強いかなって感じになってます。今日はこのエースをね使っていこうと思います。今回はダブルエースサボ編成で使っていきましょう。リーダーサボです。リーダーチェンチン2つ、アシストは軽く出れば何でも OK なんで、今日は杯武器つけて副属性まで軽く出しましょう。はい、エースです。7強上限解放遅延2つ、そしてラオウ武器継承で軽く出していきます。エース、スキブ上限遅延2つ、10連ガチャドラ武器で、バイン耐性とかつ序盤のヘイスト用ですね。そしてこちらマルコです。毒目覚めに遅延2つ、そしてマルコ武器継承って感じになってます。はい、からの杯ですね。10強遅延2つに上限解放、そしてネルバ武器継承です。そしてサボですね。サボに関してはこちら、まあ潜在適当に振ってあげて遅延さえあれば OK、 遅延振ってあげて杯継承って感じになってますっていう感じの編成で遊んでいこうと思います。はい、もう今日の編成はね完全ネタ編成なんですが、まあエース2体入れれば絶対強いんで使っていきます。なんかでもさ、前もねサボの動画上げたんですけど、コメント欄見てたらなんかエースと杯がめっちゃ仲悪いらしくて、普通になんか喧嘩してるらしいんですよこいつら。でなんかコメントによってはこの2人を一緒に使うのはタブーだみたいなコメントが結構あって、なんでなんか分かんないんですけど、なんか杯は俺ムカつくから全部売ったわみたいな人もいたんですよね。あ、なんだったんですかね、ちょっとよく分かんないですけどね。まあ今日はせっかくなんでね、100式でこの2人をね仲直りさせていこうかなと思います。はい、ということで今日はエースと杯を組み合わせたサボ編成で実際に100式やっていこうと思います。いきましょう。なんで仲悪いんですかね、僕あんま喧嘩嫌いなんで。うん、さあ1階層からやっていきましょう。まずは一旦ヘイストしまくっていきます。ひたすらヘイストしまくるよ。はい、どっからにしますか。どこでもいいですよ。ネルバ打ちます。マルコ打ちます。エースが一旦すぐ溜まるからね。はい、サボ変身。はい、サボ変身。はい、エースの10連ガチャでやれてヘイスト。はい、サボ打ちます。殴っていきましょう。序盤はねエンハンスが入ってるからね、本来の火力じゃないので、まあ一旦軽く様子見しておきましょうか。はい、これは本来の火力じゃないんでね、ただまあ一応火の2列組んであげると、まあネルバエンハンスありだったら15コンボ16コンボで大体こんぐらい出ますよって感じで、だいぶ強め。まあでもネルバエンハンスはずるいからな。5番エンハンスでしょ、こんなんあったらもうね何でもありだもんね軽く。あれ待て、本当にネルバエンハンスか。ネルバエンハンスだよな。ちょっと待てよ、やっぱ5倍だよね。そうだよね、5倍はずるいわ、参考にならんもんね。この火力は今偽物の火力ですが、まあでも非常に火力が出るということは気分がいいということなので、このまま殴っていきます。で道中は火の2列で突破していく感。エース撃ってないやん、もうエース撃って、ちょっとエース撃ってまして、いけエース打ちます。オッケー、倒していきます。ちょっと親フラがありまして、いやなんかいいわ、夏休みだから実家にいるんですけど、今ずっと親フラとかあるのいいよね、めっちゃ学生って感じがしていい。なんか本当にねこのねワンピースシーズンはね、実家で無事乗り越えまして、もしね一人暮らしちゃったらねちょっと無理だったかもしれん。本当にね今もだいぶね落ち着いたんで動画もそんな撮ってないんですけど、そのなんて言うんだろう、
1日から1日から4日ぐらいまでかなは、なんか本当に人生で一番頑張ったかもしれない。喉が潰れちゃいました本当に。ちょっとだからあの実家でね、親にね薬をいただきながら、お母さん声が出なくてなってましたね本当に。皆さんもね、あの短期的にずっと喋り続けるのやめましょうね。カラオケと同じだわ。いやだから言うなら、そのオールカラオケをなんて言うんだろう、毎日やり続けたみたいな感じだったんでね。そう、あてかエースの火力そろそろ見れますね。エースの火力見ていきましょう。そう、1日だったらいいんですけどね、毎日やったんでそれ喉死ぬよねって感じでしたね。はい、エース打ちましょう。マルク打ちましょう。で殴っていきます。いや3列組んだらさ意味ないもんね。2列で止めよう。3列組んだらさもう、あの乾燥しちゃうからさ、キューバー上がっちゃうもんね、これに加えて。さあこれでこんな感じ。火力はねかなり高い。特に進化前エースはね7強7個のおかげでだいぶ火力出してくれてるね。これに超覚醒7強もつけられるって考えたら結構強いよなマジで。無効感、無効感は無効感伊豆杯でいきましょう。杯使うとね雲作られちゃうんでね、それがうざいですね。一番うざいのがルーレットと雲が被った瞬間で、うい、その場合はしっかりとね盤面見てパズルする必要があります。さあでもね、言うて指現象に関してはね、あのサボのおかげで完全無効できてるので、しっかりと火力出して殴っていきます。卑劣強化積みまくってるんで、道中の火力としては十分出てる方ではあるかな。いや本当は全部乾燥してほしいんですけどね、あぼちぼちぐらい正直。卑劣この遠征何個なの、だってめっちゃ積んでるよ。21か、21積んでんだからね、もっと頑張ってくないと困るよね。ヒードロップ少ないときはエース打ってあげて非生成していきます。21ってなんかね微妙だよね。さあここもしっかり卑劣組んで殴っていきます。12コンボ13、14です。はい、これ17、18組んであげてしっかりとワンパンしていきましょう。21コンボ、いけ、ナイス。さあ続きまして7階層、7階層もしっかりとサボ打って、うわ最高、こいつ大当たりなんですよマジで。これ火と水の目覚めしてくるんですけど、サボって火と水どちらも火に変えてくれるので、こんな感じで超イージーにね火力が出せるんですよ。せっかくなんで3列ちょっと見せときましょうか。みんなに3列はこんな感じ。だから3列見せる意味がないよね。裏まで全部乾燥するんで、そう、まあ、本当にマルク以外全乾燥なんで、マジで見せる必要がないんですよね、こうなっちゃうから。この遠征無効感って誰だっけ。あーマルコだけか、マルコだけはさすがにきついな。一旦じゃあ待ちましょう。どうせこいつ別に耐久すんの回復運気しさえ組めばいいんで、ちょっと耐久しましょう。あいぱいぱい、はい、で回復運気してこんぐらい回復します。62万、最強。じゃあここはサボ打って坂崎打って殴っていきます。で5ターンのね雲はうざいですけどね、ここはパズル力で頑張っていきましょう。さあじゃあここは火の2列組んでしっかりと回復しながら突破していきます。回復しないとね次先制来るんで注意してください。ちなみに回復3消したと回復力はこんなもん、70万ぐらい、だいぶやね。で回復を消してあげると即全回復です。これで突破していきます。さあ続きまして9階層です。ここは坂崎でしっかり通パンしていきましょう。はい、46万、封印 100% よね、さすがにちょっと不安になるけどやめてくんね。 100% ですね、もちろん。いやワンピースキャラで封印耐性足んないとかなかなかないもんな。本当にエース進化前ぐらいか、封印耐性バイン耐性持ってないのってね。エース進化前はちなみに持ってません。他のキャラは持ってるんだよね。でもはい、これで倒していきます。ナイス。マジでエース進化前火力高いな。なんか超重力ってことを忘れちゃうよね普通に。あ、もちろんサボ自体もねリーダースキルめちゃ火力高いんで、サボもすげえ優秀なんですけどね、にしても強い。これエース打ってワンパンしよっか。打つ順番間違えたわ。おい
これで2列組んであげて倒していきます。他はもうねエースの火力を含んでしっかりとワンパンしていきましょう。さあ続きまして11回っそ。あ、てか普通にここでエース打っちゃったらあれか。まあいいや、なんとかなったし。はい、でここはマルコ打ってまず2列で削ります。軽く軽くでいいよ。あ、回復こぐしになっちゃった。まあいいか、2列組んであげて一旦軽く削り、軽くね、完璧、ナイスからのサボを打って突破です。いきましょう。やべ、ヒドロップ消えちゃった。こう、これで火の2列含んであげて13コンボ14コンボ、このまま倒していきましょう。さあそして12階層、ここは火闇吸収、あ、ごめんなさい、光闇吸収があるけどしっかり通パンしていけば OK。 あ、雲消えたわ、ラッキー。あのね、気づいた、やっぱ雲うぜえわ。うん、気づきました。みんながね杯嫌いって言ってる理由がちょっとわかったかも。あれでしょ、雲がうざいから嫌いなんでしょ。なんかねちょっと納得できるわ、正直ちょっとうぜえ。普通にさパズルできるできないじゃなくてうざいよね。気持ちはわかる、めっちゃ。おい、てか待て、若干やはん少ないすぎやろこれ。でもワンパン最強、ナイスナイスナイス。13、今のワンパンできんのマジやべえな。はい、サボ亀裂2セット。おいおい、こう、あー、ミス、こうこう、11 13 14 15、これで半分までまずは削っていきます。からのサボ打って通パンしていきましょう。うわー、なんだこれ、妙やな。うん、よし、あ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 、やった、もう諦めて下向いてたわ今。ああってなってたんだけど、今ヘラダラ引いたら終わりだったな。俺もさ、みんなに正直に言うとさ、これ一発で勝たないと今日遊ぶ友達との約束に遅れるからさ、これ一発撮りチャレンジなんだよね。実はみんなにはどうでもいいんだけど、俺一人で今一発撮りチャレンジやってるから、今のミスはねもうね、あ、この動画ボツだわと思ってたんだけど、来たな、これは勝たなきゃ、これは勝たないとダメでしょ。これ負けるやつはカス、マジでな、マジでな、絶対勝つよ。こうこう、火の2列で、まあ一旦ワンパンしてもらっていいですか。一旦ワンパンでありがとうございます。ナイス、リダフレの火力が低いのが気になりますね、かなり。いや、かなりリダフレの火力低いのは気になるけど、まあ別に3列組めば関係ねえんだろ、結局関係ねえよ、3列組めばいいんだから。ね、お邪魔目覚めはなんなら嬉しい。さあサボ打ちます。さあここでサカズキしんどい、うーエース含みながら全力コンボ組んでいきます。うわ、光かよ、しかも組みづらいね。
うわもうこうかなこれ。さあということで耐久は終わりました。何もなかったことにしよう。たまにはいきます。坂月行きます。ほんま雲イララしてくんな。雲むずいわ。行きます。これで頼む。行ったでしょう。まずは一旦、いや行ったね。これでまずで、うわーなんだこれ。おいえぐえ、これ待って、こんな削るんだ。舐めてましたね完全に。ヘドロップの数チェックします。5、11、13、14、勝った。よし行きます。盤面でいくわ。無駄だわ。サボのスキルとかね打たなくてもいいんですよ。え待って、約束と違う。えちょ待って、えおかしいおかしいおかしい。あーオッケーオッケー、出てきた。はい、さあこれで火の3列含んで突破していきましょう。ということで今日はねエースをサブに使って100式で遊ぶ動画でした。あのねエースね火力もスキルも強すぎる。火属性がこれから単色入るとしたら間違いなくエースがねバンバン使われるんじゃないかなと思います。結局ね火の単色はね強くなるんですよ。そう一時期火の単色弱かったけどね、やっぱりねこのワンピースコローによって火の単色一気に復活しましたね。まあぜひエースはねもうほんと強いので引けた人はねまあもう残してるし使ってると思いますけどぜひ使ってみてください。ということでチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。